塩川哲也委員長日本共産党の塩川哲也です今日は四人の参考人の皆様に貴重なご意見賜りありがとうございます最初に四人の皆さんにご質問をしたいと思っておりますが、えー、自民党の,この今回の裏金問題とは何なのかということであります、えー、平野参考人は陳述の中で裏金問題の本質の解明これが中途半端 とどまっているのではないのかというお話をされこれでまともな判断ができるのかということもおっしゃっておられました谷口参考人のあの大手氏のコメントなども拝見しますとリクルート事件よりも根が深いということをおっしゃっておられたと承知をしておりますそこでその自民党の裏割れ問題とは何なのかその本質について過去の政治と金の事件との違いを踏まえた特徴などについてそれぞれのご意見を賜りたいと思います 谷口さんご質問ありがとうございます。今般の事件に対する、まあ、率直な感想としては、やはりとまさかの両面がございます。まず、やはりと申しますところは、まあ、冒頭の意見陳述で申し述べさせていただきましたとおり、従来からこの政治資金パーティー制度には抜け穴があると。 作ろうと思えば、裏金が作れてしまうというような制度になっているという危惧はかねてより私も含めて、さまざまな研究者が指摘をしてまいったところでございます。利用した裏金作りが、いわゆる裏金作りが行われたということは、やはりそうであったかという思いはしておるところでございます。他方で、それが当時の安倍派、二階派という権力の中枢にあるまあ政策集団において、 組織的に行われているということに関しては、私も全く想定をしておらなかったわけでありまして、このような点については、想定外、まさかという印象を抱いて、まあ、ここは早急に法律の所要の改正が必要であるというふうに感じておりろでございます以上、はい、成田参考人。 お答え申し上げます。私は、あの <coughs>、制度の専門家でありまして、実態は、特に、あの、最近は永田町から離れておりますので、あの、承知をしておりません。ただ、政治と金の問題っていうのは、古くは、あの、贈収賄だったわけですね。ところが、あの、最近は贈収賄ということは、ほとんど姿を消しまして、えー、最も頻繁に行われているのは、あの、不記載の問題になりました。 裏金問題というのも、不記載のことであの、起きているのだと思います。どうして増収外ではなく、不記載が増えているかというと、やはりざる法と言われながらいろんな規制制度ができてきて、増収外に至る手前のところで法律で規制ができ、網に引っかかるようになっている、そのせいではないかというふうに考えています。しかし、増収外にしても、えー、不記載にしましても、やはり、 基本は政治に金がかかる、あるいは政治に金をかけている、えーまあ、先生方がいらっしゃるということがあの根本にあるんだと思いまして、それでやはり金の中にかからない政治を実現するということがあの基本ではないかというふうに考えております川上参考人。どうううもありがととございますあの私はあの参考人の陳述を申し上げたようになれと 甘えとと過ぎここれに驚いていてるところであります先ほど、成田参考人からありました昔でいうと、もうちょっとざくっとリクルート事件とかですね未公開株を受け取るとか、そういう増収賄に近いような形が多かったわけですけれども、まあ、まあ、何も政治資金規正法ができて、でも派閥はお金を集めなければいけない、そうすると、あの各国会議員にノルマを課す。であの このぐらいはやってもいいだろう、大丈夫だろうという慣れがあった、で、甘えですよね、あの、このパーティー券をこれだけ売れば、自分のものにしていいよねという甘え、そしてそれが多い人であれば何千万、行き過ぎであります。だから、私はあの前のリクルート事件だとか、そういうあの政治とお金の問題と違うのは、 政治資金規制法はできたんだけれども、やはり政権政党の中に、特に派閥に、ですね慣れと甘えと行き過ぎがあったのかなと、こういう慣れと甘えと行き過ぎは二度とあってはいけないんではないかというふうに考えております。ありがとうございます平野参考人はい、私は細川改革が 抜けつ作ったとかいろいろ批判多いんですけどそれなりに効果があってですねやはり、えー、政治資金があ企業資金からあのなかなか集めにくくなったそしてちょうど20年ぐらい前になりますと日本のやっぱり経済景気があよくない,い非常に経済が停滞したとそうすると各企業からその 経費で落とせるものをパーティー券として買うようになるとで、それを裏金にするのに作られたのが、裏金キックバックの原理じゃないかと思います。何のために作ったかと言いますと、ちょうどその頃小泉政権がずっと続くわけですが、まあ、一時、えー、変わりますが、基本的に、 えー、この安倍派のお政策の政治は、私、一言で言えば、近建カルト政治だったと思います。<laughs> 政治改革をさせない、政治改革を妨害するための、僕はあの資金作りではなかったかと、そこに本質があると思っております。以上ですす <laughs>、えー、塩川哲也君あありがとうございますあのー 次にに成田参参考考人人と平野参考人にお尋ねをいたします、えー、岸田総理自民党総裁はあの、自民党裏金問題の真相解明の努力はつなければならないと述べておりますが、まあ、自民党の法案提出者に、まあ、裏金問題は、まあ、誰がいつから何のために行ったのか、まあ、こういう問いをしましても、まあ、知,る立場に知る立場にないという、まあ、二分のない答弁だったわけであります。 自民党の聞き取り調査報告書の聴取事項にも、誰がいつから何のために、まあ、こういったことは問いにもなっておりません。そういう点でも、この自民党として裏金問題のそもそもについて、真相解明の努力を行っていないことについて、どのようにお考えなのか、この点について、お答えをいただければと思います。はい、成田参考人。 自民党が真相解明の努力を行っているか、行っていないかということについては、私はちょっと全くあの検討がつきませんので、その点については答えを申し上げることはできませんが、えー、ただあの、先ほど平野参考人が言われましたように、政治心というのは、実を解明するためのものではないというところはあの、私も全く同感でございますが、平野参考人と少し意見を異にするところは、 あの、事実の解明のために予算委員会を使うというのは私は反対でございまして、やはり国政の課題を停滞なく遂行していくというためには、予算委員会及びその他の委員会であっても、この第一因子を使うような委員会の場は避けた方が適当であろうと。そういうためには、やはり調査会を作りまして、そこでベストラックで、やはり真相解明をやっていくというのは、 えー、欧米では普通のやり方でございまして、かなりの長期間、何年もかけて、なおかつ二十冊、三十冊の報告書を作るという努力をやって、実の解明をやるわけでございます。日本は予算委員会でやって、それで混乱して、 えー、すぐ忘れて終わりということになりますけれども、やはり別トラックで調査会を設置して事実を究明していくというやり方を、今回のことに限らず、日本の国会もあの身につけることが適当ではないかというふうに考えております平野参考人ですね。はい、平野参考人お願いいたします 員予算委員会を止めてというのはちょっと極端なんですけど、私はその予算の審議とです、ね、この国日本の議会の崩壊の問題と比べ,た比べた場合に、国民の納得する範囲で,です、ね、それはできると思います。そこのところは一つの、あのまあ、私、多少暴言的なところがあったんですが、そこはやっぱり、民意、国民の意思、世論調査等も含めて。 総合的な判断があった、できたと思う、この問題は、ロッキード事件とか、その他のあらゆる事件の中で、戦後の最大のに日本の議会の崩壊の問題だったと私は思,思っております塩川あて君ありがとうございます次にに、えー、谷口参考人と成田参考考人人成田お伺いいたします。 30年前のリクルート事件を気にしたさまざまな政治とカネの問題についての対処があったわけですけれども、そういった中で、谷口参考人から政党支部の問題の意見陳述をいただきました、成田参考人からは、企業団体献金によって日本の資源配分が歪められているというご発言もいただきました、私はやはり30年前の政治改革と称するもので、 政治と金の問題について、特に企業団体献金について、政党支部への献金と政治資金パーティー券の購入という2つの抜け道をつくることで、企業団体献金を温存してきた、そこにあの今回の裏金問題にも通じる点があると。 考えます裏金問題の解決のためには、この政党渋谷の献金、政治資金パーティー券の購入という企業団体献金の二つの抜け道を塞ぐことが必要ではないかと考えますが、ご意見を伺わせてください。谷口参考人ご、はい、ご質問ありがとうございます、えー 政治資金パーティーと企業団体献金二つについてご質問いただきましたが、一つにまとめてお答えを申し上げたいというふうに思います。特に企業団体献金についてでございます。まあ、企業団体献金につきましては、先ほど来再三あの言及がなされておりますとおり、ヤー製鉄事件の最高裁判決において、政治資金を寄付することは会社の権利能力の範囲内とされておるところでございますが、 同判決の会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持・推進しまたは反対するなどの政治行為をなさす自由を有するなどとされた部分につきましては、行き過ぎであるという評価が憲法学の通説であります。判決自体も企業団体献金の弊害防止については立法に委ねておるというところは、本委員会においてもすでに指摘のなったところでございます。 まおそらくこのような観点も含めて平成の政治改革においては企業団体献金に対する規制を強化し個人献金をと政党助成を持ってこれに変えるという方向性が打ち出されたものというふうに承知をいたしておりますのでまその延長線上にあってこの際企業団体献金を禁止しようという主張もま理解をできるものでありますただし直ちに 企業団体献金を禁止いたしますと、例えば従来、1つの企業から100万円の寄付がなされていたものが、当該企業の幹部20名が個人として5万円ずつ寄付をするようになる、いわゆる個人献金への迂回が発生するものと予想をされます。実質的に当該企業から100万円の寄付がなされているのにもかかわらず、それが現在よりも見えにくくなってしまうと。 政治資金の流れの透明性をかえって妨げる恐れがあるわけでございます。従いまして、企業団体献金を禁止する場合においては、さらなる個人献金の促進策、政党交付金の在り方、あるいは政治資金の支出の在り方等を総合的に検討した上で、激変緩和のための経過措置も含めて、実効性のあるロードマップを描かないと、 副作用が主作用を上回る事態になりかねないことを記念する事態でございますいまいま、はい、まず、政党支部も政党として、えー、企業が献金ができるというのは、規制法21条、えー、第4項でございます。それでこのの規定は細川内閣の政府案で 政治献金は、えー、政党及び政党の政治資金団体に限るということにいたしましたときに、そうすると地方議員には政治資金が入らなくなるということで、地方議員が、えー、えー、政党に対する企業金券を、献金を得られるようにということで、えー、挿入された規定でございます。 あの時自民党は、えっ、ー、と、議員の一般の政治団、議員の政治団体にも、企業権益を認めるという規定をしておりましたから、えー、政党支部を政党にするという規定は不要ということで、随分あの時は自民党に攻撃されました。こういう規定はおかしいということで、あの、盛んに言われましたけど、今自民党が大変、えー、その恩恵を受けているのではないかと、こういうふうに思っております。 それから、えっ、ー、と、パーティーと、えっ、ー、と、企業、えー、献金と二つという問題はあ、まさに非常に日本の政治資金制度の、あの、歪み、えー、つまり、えー、もぐら叩たたきを繰り返してきた結果、あの、至った姿ではないかというふうに思っておりまして、要するに、企業献金を善任するのか否定するのか、非常にはっきりしないということで、少なくとも、 えー、ーパーティーと寄付というものはやはり投資的に扱うのがいいんじゃないかというふうに思っておりまして、諸外国ではあのパーティーはすべて、えー、寄付なんです、それで今回の提案の中では、えー、立憲、えー、国民共同提案がパーティー禁止ということになっておりますが、すべてのパーティーが禁止になっておりますが、やはりパーティーというのはあの寄付を集めるのに最も適切なやり方であり、 政治以外の一般の世界でもパーティーを使って寄付を集めるということはやっておりますから、パーティーを禁止するということはしないで、パーティーは寄付と同じであると。したがって、寄付で企業献金を禁止するなら、パーティーの対価の支払いも、寄与は禁止するという統一的、統一的な扱いにするのが現実的ではないかというふうに思っております。以上でございます。 時間がまわりました、はい、終わりますありがとうございました